教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。ディアブロは動画でたびたび LGBT 理解推進法について様々な問題が起こっている現状を強行するべきではないというような動画を出しています。日本で女性トイレに心が女性だと言って侵入することや、過去に起きた小学生が殺害された事件、海外での刑務所で起きたレイプ事件など様々なことを取り扱ってきました。つい最近では LGBT と当事者である田野慎吾氏が LGBT 理解推進法について反対の意見を上げているという、そういう動画を上げました。今回紹介するのは、生物学的女性である女優の橋本愛氏がインスタグラムのストーリーズにてトランス女性に言及した際に賛否を巻き起こしてしまい、なぜか橋本愛氏が謝罪をしたことです。橋本愛氏に起きた一部始終が2023年3月6日のスポニチアネックスに載っていたので引用します。女優の橋本愛、27が6日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。トランス女性に言及したことについて謝罪した。ネット上では橋本を擁護する声が多数上がり、議論を呼んでいる。橋本はストーリーズで、出生時の身体的性別と性自認が異なるトランスジェンダーの女性が入浴施設や公共のトイレを使用する際、体の性に合わせて区分する方がベターかなと思います。もしかしたら LGBTQ+ の方々にとっては我慢を強いられるような気持ちになるかもしれませんし、想像するととても胸が痛くなります。けれど私は女性として、相手がどんな心の性であっても、会話してコミュニケーションを取れるわけでもない公共の施設で身体が男性の方に入ってこられたらとても警戒してしまうし、それだけで恐怖心を抱いてしまうと思います。そんな態度をとって傷つけたくもないと率直な考えを投稿した。これについて一部からトランス差別などと批判の声が上がる事態に。最新の投稿でとてもありがたいご意見をたくさんいただき、トランスジェンダー差別について昨晩からたくさん調べましたとし、もう二度と考えの至らないまま発言をしてしまわないために、何よりこの世界に生きる誰かをこれ以上傷つけてしまわないために、今私が約束することは、今後必ずアップデートし続け、学び続け、そして行動し続けるということです。本当に心からごめんなさい。本当にごめんなさい。学びの機会をくださり本当にありがとうございます。ヘイトの気持ちなど全くなくても、あらゆる視点からいろんな人の気持ちを考えてやっと言葉にしても、無自覚に人を傷つけてしまったこと反省しています。勉強になりました。教えてくれてありがとう。傷つけてしまった方々ごめんなさいと記した。橋本愛氏が発言した内容についてディアブロは間違っていないと思います。一度ディアブロが紹介した事件で、文京区小児女児殺害事件というものがあります。全てを紹介するのは長くなるので簡略に説明すると、まだ男子トイレと女子トイレが分かれる前の1954年に起きた事件で、当時は学校のトイレなんかも公衆トイレのような扱いがされていました。1954年4月19日に東京都文京区で事件は起こり、小学2年生の女子生徒が授業中にトイレに向かったら、後から男性がトイレに侵入してきて、男性がその女子生徒と鉢合わせた際、強姦した後に殺害したという事件です。文京区小児女児殺害事件が起きた後、見直しが入り男子トイレと女子トイレが分かれたのに、再び LGBT の方に配慮した結果同一のものになってしまえば、似たような事例が起こりうる可能性もありますし、たとえ別れたままであっても心が女性だからと主張するだけで女子トイレに入れるようになれば同じことだと思います。こうしたことが起こりうるかもしれないというのに、昨今話題の若年被害女性支援事業を扱っており、東京都から金も出ている団体等が反対と言わないのが不思議ではありますが、まあそれはいいでしょう。その恐怖と似たような恐怖があるというだけの発言のどこに差別的表現があるのかが全く理解できません。多くの方も同じようなことを言っていますが、心が女性であればそう思う気持ちがわかるはずです。それに男子トイレに入ることがためらわれるのであれば、多くの施設には多目的トイレもあるはずです。温泉では少々難しいところはありますが、トイレに限った話であれば多目的トイレを使う方が問題にもならないとディアブロは思います。そこまでして女子トイレを使いたいという理由は何なのでしょうか。温泉に関しては混浴があればそちらを使えばいいと思います。ただ混浴に関してはないところもあるため、そこは LGBT の方が生物学的女性をおもんぱかり行動をした方が世の中スムーズに回ると思います。と言いますか、大抵の LGBT 当事者はそうしていると思います。普通に生活している LGBT 当事者の方を
そうした一部の過激派、思想団体などが逆に差別される要因を作っていると気づくのはいつなのでしょうか。橋本愛氏の発言についてネット上では、本当に悩んでる人は公衆浴場なんぞ入らんよ、少なくとも知人は家族浴場か部屋風呂に入っていた、本当に心が女性だというなら体が男性の人間がトイレやお風呂に入ってくることへの恐怖とか不快感とか、わざわざ訴えずとも率直な女性の気持ちがわかるはずではって思う。意見の多様性が踏みにじられてないか。昨年か一昨年あたり LGBTQ のことがやけに万歳され始めた頃から、おかしな世の中になりそうと思っていたけど案の定でしたね。なんでそんなに LGBT が最優先なのかわからん。マイノリティが自分たちは受け入れられてこなかった、自分の考えを否定され続けてきたっていうなら、なんでそれと同じことをやり返すんだろうって思うこと多い。まあ差別だって騒いでるのって大体関係ない人が多いんだろうけど、こういう感じで女性の声と権利が奪われていく。橋本さん、ちゃんと寄り添って発言してると思うんだよな。どちらも嫌な思いをしないようにって。今後はそういう施設がなくなるのかな。入浴施設は水着を着て入るようになるんだろうな。その通りだと思うのだが、そのうちトイレからも風呂から何から何まで性別表記がなくなって全人類共有になるんかな。嫌なんだが、言論の自由はどこ行った、だいぶ前から思ってるけど。問題ありません、まさかにその通りです。実際いろんなところでトランスを語った犯罪起きてるんだし、こういった問題を危惧した意見が出るのはむしろ当然では。それを批判してる奴らの方がむしろトランス問題に対して不誠実だと思う。原文をインスタグラムで見たけど、最大限に言葉を選んで発信させてたし、叩かれて謝罪に追い込まれる理由がわからなかった。女性はもちろんだけど、 LGBT 当事者、楽しんごしとかからも疑問の声が上がってるわけだから、拙速に進めるべき話じゃないよねこれ。全く問題ないように思います。率直な考えを投稿できなくなりますね。批判するよりデリケートな問題に率直な意見を発信したことをむしろ称賛したいです。普通の意見は謝罪させられるっていう異常事態、自分の考えを述べること、それを受け入れることも多様性なのではといつも思うよ。温泉受付だけど、実際にそのことで一人で家族風呂を利用してる方がいる。その方は最初からこういう事情があって、料金はしっかり払うから一人で家族風呂を使わせてくれと言ってくれた。トイレは何とも言えないけど、風呂は体の性に合わせて区分するべき。ちなみにその人の家族風呂代は半額にしてます。多様性って都合のいい言葉で何でも認めてたら、そもそも男女の区別いらんから分ける必要すらなくなる。これは橋本さん正しいし、何より謝罪の必要なし。そこだけは絶対に区分するべきですもん。魔女狩りの時代の魔女のごとく、差別主義者って言葉使ってると後世で暗黒時代って呼ばれちゃうよ。後世があればだけど、この方が言ってることは大半の人が思ってることじゃね。トランスジェンダー当人たちも望んでいないのでは。めちゃくちゃ普通のことだと思います。というように橋本愛氏を擁護する意見の方が多かったです。いかがでしたか。今回は橋本愛氏が LGBTQ の方々について、トイレは自分の体の性別に合わせてほしいとする意見がヘイトだと言われて謝罪したことを紹介しました。擁護する声の中に連帯しますという文言がありましたが、あまりそれを使うのは良した方がいいのではないかなと思ったりしています。一時期連帯という言葉のバーゲンセールが行われており、しかも共産党絡みだったのでいい印象はないと思いますし、連帯するよりか橋本愛氏に共感した方がまだ言葉としてもすっきりすると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。